トポラは、セルビアの町及び、基礎自治体で、シュマディア軍に属する。トポラは1804年に起こった、オスマン帝国に対する放棄である、第一次セルビア放棄のリーダーに、カラジョルジェが最初に選ばれた場所である。地元のオプレナツ教会は、カラジョルジェビチ家の埋葬地となっている。トポラの地名は、ポプラの意味である。この地域で集落が急増したのは1389年の、 コスボの戦い後で多くの中世紀の共同墓地がトッポラでは見ることができる。ステファン・ラザレビッチ先生校は近郊のクルクビネで亡くなり埋葬されている。トッポラの南にあるルドニクの町は1459年1月20日にオスマン帝国に落とされた。ある集落はデスポ・トビサと名付けられており、これは攻め落とされたセルビア先生公国を記念したものであった。 17世紀、この地域ではさらに多くのセルビア人の定住が進んだ。トポラは1781年、ボジュド・カラジョルジェによってカメニツァ・カワ・カハンに設立されている。町は、第一次セルビア法記事に1804年の各、アリアによるシュマディアでの略奪行為の時に破壊され、カラジョルジェの家は放火された。1805年になると、町の復興が始まり、町は、 城塞都市のようになりカラジョルジェは廃墟となった以前の住居に新しく大邸宅やいくつかの建物を周囲に建て昨夜覗き穴を備えて防御しトポラは戦略的な定住地となった抵抗が成功するとトポラは政治的な重要性を得る。ボジュドはさらに拡張され1808年から1813年に掛け大きな壁と等学校 教会他の多くの建物が建てられた。トポラはカラジョルジェの中心としてセルビアの革命の中心の場所にもなった。1814年になると町は反乱に対するオスマン帝国の締め付けにより深刻なダメージを受けて終焉を迎え廃墟だけが残った。カラジョルジェの息子であるアレクサンダル・カラジョルジェビッチによって再び町は 復興され住民たちにより建物や商店が作られ、1858年にオブレノビッチ家が戻ると、さらに開発が進んだ。トッポラの産業は農業や畜産が中心で、野菜や果物の栽培、牛の飼育が行われている。ありがとうございます。